コン TV。 今日の企画は突撃あなたの家ピアノです。イエーイイエーイ買ったんだよドンキでどうしたお願いします。知り合いの方の知り合い知り合いの知り合いにピアノ持ってらっしゃる方がいるんだって。電子ピアノかな、ピンポンしちゃってくださいって言われたのよそんな感じなのだからピンポンしに行きますと。で、撮影許可降りるか分かんない、正直ね。ちょっとあまりに突撃すぎて、まあ、でも持ち前の明るさとおねだり量これあればいけるでしょ。これはだってさ、世界共通、日本世界共通。確かに。どう？似合ってる。これ似合う人っているの？似合う。ワンパクスに。なんかお子さんがねいるらしいと思う。で、まあちタクオン TV を石井拓磨を知ってるかどうかっていうのはちょっとわからない。昨日のコンサートの主催者さんが仙台放送さんだったのね。うん、だからなんか CM 流れてたらしいの。テレビ映ってた人みたいになってるから、そしたらワンちゃんワンちゃんお子さんがいるって言ってたじゃん。だからプレゼント攻撃しようかなと。おちょっと見てもらって。俺お子さん大好きなシール、これね、グッズのね、大好き、といといといとね、これこれをまずプレゼントして、けげんな顔をしたパターン、まあ、キーホルダーを出すこれはキーホルダーだってなる。つまらぬもの粗品ですが、非常に優秀な商品がございます。お願いします。不安だね不安だね、不安だけど楽しみだね。こういう企画ずっとやってたかったからさ、そろそろ着くかな。じゃあもう多分次のシーンではお家の前でピンポンしてるシーンだけど、ちょっと待って。あ、しゃもじ、しゃもじ落としてたタクシーに忘れるとこだったこんな落とし物だったらめっちゃウケるよねじゃあ行ってみましょう。つまらないものですが、あ、なんていう最初タクオンって、いやーいやよくないね。まず行儀よく行ったちょっとどうしよう。つまらずい、ピアニストの石井拓磨って言います。知り合い のお母さんに、お母さん家がピアノがあると聞いて、突撃あなたの家ピアノというのを突撃しちゃいました。あ、てか僕のこと知ってますか。あ、ありがとうございます。知ってるって知ってるって、なんか緊張する。あ、すいません、なんかこの度はいいですか、こう入っちゃって、いいって。こんにちは、どうも石井拓磨と申します。どうも、すいません、突撃あなたの家ピアノと言って突入しております。ちょっとすいません、なんかいいですか、入っても、はい、大丈夫ですか。ごめんなさい、なんかあれかなって本当に突撃だから。うわ、なんかすごい。いや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 、ピアノってピアノある、ピアノがある、こんなの。いやいや、もう全然いきなりこんな休日の朝っぱらから。僕のことは知ってくれてたんですか。ストリートピアノ。あー、ありがとうございます。ピアノの演奏をプレゼントするっていうことなんですけど、シール好き？はい。シール好き？シール。シール。かわいい。かわいい。大体は。キーホルダー好き？キーホルダーね。はい、キーホルダー。ありがとうございます。わ、かわいい。いや、かわいい。しかも、ほわ、ついてる。かわいいんだけど、これね、トイトイトイってね、うまくいくって、うまいしないだから、うまくいく。
クラシックか映画音楽どっちがいいかなと思って。映画音楽。じゃあ映画音楽で。チムチムチェリーとかどうかな。おーね。石井拓磨が演奏プレゼントします。一撃